はい。えっと、では、帝国になりましたので、ブロックチェーンギグ、集中講座第3回を、ハイパーレジャーファブリックアプリとチェーンコードの開発を始めたいと思います。えっと、まず、ブロックチェーンギグのコミュニティについてなんですが、えっと、エンタープライズ領域での、えっと、ブロックチェーン活用についての情報がちょっと少ないなというところで、えっと、その辺の 特にエンジニア向けの情報を共有できるコミュニティとしてブロックチェーンギグを運用しています。まあ、今日は、えっと、結構テクニカルなノウハウのお話ですが、えっと、普段は、普段はというか他の回ではエンタープラーズルーキーのブロックチェーン活用の実際の事例でのクローバーとか、はいまあ、事例の話とかを含めて共有しています。えっと、今回のセッションなんですが、えー、ブロックチェーンギーグ集中講座として、 ハイパーレジャーファブリックの、えー、集中講座を4回に分けて行っています。で、今回が第3回目ですね。えー、本日はアプリと,、えー、と、チェーンコード開発のお話をしています。えー、と、ハイパーレジャーファブリックは、まあ、あの、エンタープライズルーキーで用いられるブロックチェーン基盤としては、まあ、間違いなく代表的な基盤であり、実績とかも数多いんですが、一方で難しいとか、とっつきづらいとか、そういったイメージを持っている方も多くいらっしゃるため、この第、 4回での集中講座を開催しています。で、えっと、本日のタイムスケジュールなんですけど、えっと、この後直後、この直後から本編に入っていきます。最終、最後、あの、皆さんからいただいた Q&A とかを、クエスチョンを回答する Q&A のセッションを設けようと思っています。はい、えっと、というところで本編に入っていこうと思います。 えっと、本日は h y p e r l e ブ g ック Fabric のアプリケーションとチェーンコードの開発について解説していきます。でまず自己紹介なんですが、中村学と申します。はい。えっ、ー、との、日本オラクルでソリューションエンジニアをやっております。担当としてはオラクルブロックチェーンプラットフォームと、あとオラクルデータベースのブロックチェーンテーブルという機能が主な担当になっています。でちょっと最初に宣伝ですが、 このオラクルブロックチェーンプラットフォームというのは、えー、ハイパーレジャーファブリックをベースにしたいわゆるブロックチェーンアザーサービスですね。バースの一種です。で、まあ、構築が簡単にできるよとか、えー、運用管理がコンソールでできるよとか、対象外性、堅労性などの機能の要件も備えてますよとか、あとオープンにネットワーク構成可能ですよとか、そういった特徴があるのに加えて、独自の付加価値ですね。えー、バックレイリビを裏側に使っていたりとか、 レスト API でチェーンコードが呼び出せたりとか、RDB の複製機能がもともとついていたりとか、あとスマートフォンとチェーンコードの開発が容易にできるような補助ツールがあったりとか、あと最近のアップデートで追加されたんですが、複数チャンネルのアトミックトランダクション機能というのが追加されたりとかしています。はい。まあ、ここ、あの、ブロックチェーンプラットフォームにご関心がある方は、ぜひ第4回ですね、来週の11月1日の 集中講義第4回までお付き合いいただければと思います。はい。えっ、ー、と、では本日なんですが、えー、ハイパレジャーファブリックアプリとチェーンコードの開発というところで、えっ、ー、と、前、前回は、えっ、ー、と、ファブリックの基本的なところを解説しております。で、前回は、えー、ファブリックのネットワーク設計ですね。ハイパレジャーファブリックでブロックチェーンネットワークをどういうふうに設計していったらいいのかという、まあ、割と抽象的な話をしてきました。 で今回は、えっ、ー、と、ちょっと具体的な話をしていこうと思います。内容としては、チェーンコードの開発について、まず解説していくのと、クライアントアプリケーションの開発について解説していくのと、あと、クライアントアプリケーションを開発する中で、重要なる整合性の話をしていこうと思います。ちょっと時間が、あの、多分今日はボリューム的にキツキツになると思うので、ちょっとポイント、ポイント、えっ、ー、と、いくつか抑えながら、 い,いくつかは省略しつつ進めていこうと思っています。はい。えっと、ではまずチェーンコードの開発ですね。ちょっともうビデオ切っちゃいますね。チェーンコードの開発についてお話ししていきます。で、えっと、一部復習ですが、チェーンコードとは何だったかという話ですが、まあ、一般的にあのブロックチェーンで多くの基盤はスマートコントラクトというロジックをかけますが、そのスマートコントラクトのことをハイパラジャーファブリックではチェーンコード、 と特に故障しています。で、えっ、ー、と、コントラクトと、まあ、ついているので、えっ、ー、と、契約がまず第一に浮かぶと思うんですけど、別に契約じゃなくてもいいよというところで、ブロックチェーン上のコード、ブロックチェーン上のコードだというところで、チェーンコードという名前がついたというふうに考え、考えています。はい、で、えっ、ー、と、このチェーンコードは、まあ、単に台帳の読みかけのロジックと考えるのが一番わかりやすいかなと思います。 で、RDB ご存知の方は、ストアードプロシーじゃないようなものっていう説明がしっくりくるかなと思います。このチェーンコードなんですが、えっ、ー、と、一番押さえておかなければいけないことは、えっと、台帳の更新の、えー、唯一の手段であるというところです。で、えっ、ー、と、トランザクション、台帳を更新するトランザクションは、えー、チェーンコードの関数、必ずどれかの関数を指定して行われます。で、えっ、ー、と、 台帳の更新はチェーンコードを経由せずに行う、まあ適切な手段ですね。えっ、ー、と、バリッドの手段はないというところです。で一方で、台帳を参照したいという場合は、別にチェーンコードじゃなくて、まあチェーンコードでやってもいいんですが、いくつかバイパス手段があります。一つは、ブロックチェーンのブロックを直接見るとか、あるいは裏側にあるステート DB を直接クエリする。あるいは、台帳から他の DB に複製したデータを見るとか、まあそういった手段ですね。 で、えっと、ここで、あの、チェーンコードと言ってるんですけども、えっと、実際、あの、ファブリックには実は 2, 2種類のチェーンコードがあって、えっと、1つがユーザーチェーンコードで、えっと、皆さんが開発するのがこのユーザーチェーンコードです。でその他に、あの、チェーンコード、あの、ライフサイクルですとか、チャンネルの設定とか、まあ、そういうなんか裏側にある、ファブリックそのもののプロトコルのロジックを担う、 え、プリセットのシステムチェーンコードというものがあるんですが、ちょっと今回はこのシステムチェーンコードについては触れずに、え、チェーンコードでいったらユーザーチェーンコードのことだと思っていただければと思います。はい。で、えっと、このチェーンコードのライフサイクルなんですが、え、ま、え、入、再入門の時に触れたのと同様ですが、え、ライフサイクルがあります。で、え、各オーガナイゼーションが自分の持っているピアにまず、え、チェーンコードをインストールして、 でネットワーク全体、ファブリックの、まあ、チャンネルですね。チャンネル上でそのチェーンコードを稼働させるというオペレーション、有効化のオペレーションを挟むことで使えるようになります。でこの、えー、とライフサイクルが Hyperledger Fabric 1.x 系と 2.x 系で、えーまあ、微妙にというか結構異なる部分があります。でいずれにせよ、いずれのバージョンでも、えー、チェーンコードはバージョンアップ可能です。普通にバージョンアップできるので、 なんか間違ってたとか、セキュリティのバグを作り込んでしまったとか、改善したいとか、そういうことがあればバージョンアップできます。で、新バージョンで書いた、旧バージョンで書いておいた、大頂上に書いたデータも新バージョンから普通にアクセスできると。ところで、そんなにこう副作用なくバージョンアップできると。というのがチェーンコードの特徴です。はい。 で、ちょっと時間がないので全部は説明できないんですが、今 V2 系でちょっとライフサイクル変わっているよという話をしたんですが、V2 系でチェーンコード関連の主要な変更を抜き出したのがこの表になっています。で、ライフサイクル関連で言うと有効化とアップグレードの文献化というのがあったりとか、あとパラメータ設定ですね。チェーンコードの初期パラメータとかを設定、あとあるいはエンドースメントポリシーとかの設定の更新方法が変わっていたりとかします。 あと、チェインコードでパッケージっていう概念が追加されています。で、あとですね、まあ、これ、あの、ちょっと、なんだろう、応用的な範囲なんですけど、あの、チェインコードをみんなで実行するものなので、まあ、あの、基本的に、あの、各自がこの各々勝手なカスタマイズを加えると、まあ、なんだろう、えっ、ー、と、結局結、あの、更新の結果が変わってしまうとか、そういう問題が発生するので、基本みんな同じものを使うべきだったんですが、えっ、ー、と、ツー系から、 まあなんか自分のとこだけ、あの、この、えー、ロジック追加しとこうとか、この関数追加しとこうとか、そういったようなローカルのカスタマイズが可能になっています。はい。で、あと、えっ、ー、と、チェーンコードの稼働環境が、えっ、ー、と、柔軟化されてます。えっ、ー、と、前、従来は、えー、バージョン1系では、えっ、ー、と、ドッカーコンテナ上でチェーンコードを稼働してたんですけども、えー、バージョン2系だと、えー、ドッカーコンテナ以外にも稼働環境が選べるようになっていたりとか、まあ、あの、そういった変更があります。 ただ、この辺は、あの、あんまり、チェーンコードを開発しようと言ったときに、最初から、あの、覚えておかなくても、そんなに問題ないことかな、と思います。では、えっと、チェーンコードの開発についての話に入っていきます。チェーンコードの実装は、二つの言語あ、3つの言語から選ぶことになります。というのは、この、Node.js と Go と Java について、公式の、正式版の SDK が出ているから、 出ているためこの3つのどれかから選ぶということになります。で、えっと、この SDK なんですが、えっと、大きく2種類の API が提供されていて、どちらかを選ぶということになります。1つが Fabric Contract API というもので、これは後から出てきたものですね。高レベル API になっています。で、もう1つが Fabric SIM ですね。低レベル API です。で、Fabric Contract API は、この Fabric SIM を ラップして使いやすくしてくれているようなものなので、なんか特段理由がない限り、コントラクト API を使えばいいのかなというのが現在の推奨になっています。ただ一方で、ちょっとサンプルの数が SIM の方が多いとか、そういうことがあるので、例えば私の場合だと基本的にファブリック s i m を使って書いてますが、この辺は割と好みで選んでいいのかなと思います。 で、えっと、覚えておきたいのが、えっと、チェーンコード自体が、あの、すごく複雑化するとか、大規模になるとか、そういうことはあんまりないというところですね。で、イーサリアムとかだと、えっと、スマートコントラクトが、あの、独自の言語で書かなきゃいけないとか、あるいは、あの、オープンセッペリの、あの、ライブラリを学習しておかなきゃいけないとか、まあ、そういったような、結構、お作法がだいぶ厳しい、シビアなものがあったりするんですが、えっと、ファブリックは、まあ、この Node.js Go Java で普通にサンプルを見ながら、 実装していけばそんなに、なんだろう。変なことになったりとか、あるいはあのセキュリティ上のバグが作り込んで致命的なことが起きるとか、ということはあんまりないかなと思っています。なので、素直に作っていけばいいというのが基本の路線になります。まあ、最初はやはりサンプルを見てから開発を始めるのがベストだと思います。はい。で、えっと、いくつか覚えておきたい実装作法について、 えっと、ここから解,決解説していきます。で、えっと、まず、あの、すごく基本的な方法として、えっと、チェーンコード内の関数がトランザクションの実行単位になるので、えっと、クライアントは、あの、トランザクションの時には、どの関数を、チェーンコードのどの関数を利用するかを指定してトランザクションを、えー、実行することになります。わけで、えっと、まあ、どの、どの関数っていう単位で、えー、機能が使われるというところを覚えておいてください。 で、えっ、ー、と、この場合、この時に、あの、Fabrics 低レベルの API を使っている場合は、えっ、ー、と、インボーク関数というものを実装しておく必要があります。で、えっ、ー、と、このインボーク関数が常に呼ばれて、で、インボーク関数の中から、えっ、ー、と、他の関数を呼ば,呼ばせるという処理を書く必要があります。このインボークなんちゃらというのを、えーえー、まあ引数、関数名、えぇ、ー、引数の配列という形で実装して、 で、この関数名がなんちゃらだったら、えー、ま、ほげだったらほげの関数をさらに呼び出すというような、あの、分岐を入れておく必要があるという形ですね。これは、あの、ファブリックシムを使っている場合は必ずインボークという関数の実装が必要です。で、一方で、えっと、f a b r i c c o ト t r a API を利用している場合は、このインボーク関数を十分で書く必要がなくて、まあ、勝手にあの、実装よりの関数名を渡されて、それを読んでくれるところまでやってくれるという形になります。 あと、覚えておかなきゃいけないのが、イニットですね。えっ、ー、と、初期化の関数を実装していく必要があります。で、えっ、ー、と、この初期化の関数は、特になんか中で何かをやらなきゃいけないわけではないんですが、何かやらせてもいいし、やら,やらなくてもいいものです。で、この初期化関数は、えっ、ー、と、チェーンコードがライフサイクルの中で有効化された場合、あるいはアップグレードされた場合に、えっ、ー、と、イニットが呼ばれます。呼ばれますか、呼びます。で、なので、 なんだか、あの、この中で,で、ね、なんだろう、本当に初期化処理とかをやってしまうと、アップグレードの時にちょっと痛い目を見るので、まあ、あの、アップグレードの時にも呼ばれるよということは覚えておいてください。まあ、なんか何もやらせなくてもいいんですけど、必要なあの関数だということは覚えておきましょう。はい。えっと、で、えっと、ここでちょっと復習なんですが、ハイパレジャーファブリックでは大腸とあ、ハイパレジャーファブリックで大腸といった時には、えっと、何だったかというと、まあ、ピアノードが持っているのが大腸なんですけども、 ブロックチェーン部分と、えー、ワールドステート部分あるよねという話を、えー、入門編でしましたで。ブロックチェーン部分にはトランザクションの履歴が格納されていて、あの本当に、えー、文字通りブロックのチェーンになっているよというファイルですで。それに対してワールドステートは、まあ、ちょっと抽象的な状態のことを指していて、キーバリューの、えー、キーバリューストアになっています。このワールドステートはステート DB と呼ばれる DB に格納されると。 ステート DB が入れ物でワールド捨てたト状態です。このワールドステートとブロックチェーンから台帳がなっていました。はい、まあ、ここはいいかな。はい。えー、っと、で、えー、っと、このワールドステート上ではどういうデータ構造が扱えるかというと、まあ、基本的にはキーバリューの構造です。で、えー、っと、例えば、あの、すごくシンプルなキーバリュー構造でいうと、まあ、講座の例がよくあります。 口座番号がキーになっていて、バリューが残高になっていると。まあ、1020345の口座番号には、えー、100万円ですかね違うの。1000万円入ってて、えー、346の方には56,400円入っているとか、まあ。そういうようなあのシンプルな構造ですね。で、えっ、ー、と、キーパレストアなので、基本的にはこの構造なんですが、えっ、ー、と、一方で JSON を用いることもできます。このバリューの方に JSON をそのまま書くと。 いうことをしておくと、えっと、リッチクエリというクエリが使えます。後ほど説明します。で、あとは、このキーの方ですね。キーの方も、あの、単純なキーではなくても、えっと、複合キーが使えます。で、あと、このキーに対しては、レンジクエリができるので、その辺も後で説明しますが、意識して設計しておくといいと思います。で、えっと、今復習したのは、あの、 今、この話につながるんですけれども、えっ、ー、と、チェーンコードを実装する際に、えっ、ー、と、この台帳とやり取りするような機能を含め、えー、まあ、あの、チェーンコードならではの、えー、必要な機能は、だいたいチェーンコードスタブクラスにまとまっています。で、えっ、ー、と、チェーンコードを書くときに、あの、な、何を、まず最初に学習しておかなきゃいけないかというと、このスタブクラスが何ができるかですね。はい。 で、えっと、Go と Java と Node.js の SDK で微妙にこう、名前が大文字だったり小文字だったりとか, <laughs> とか、あるいはあの引数が何と呼ばれてるかがちょっと変わったりするんですけど、まあ、大体同じなので、えっと、ここでは Node.js 基準での記載してます。で、えっと、あと Node.js のドキュメントですね。この SDK のスタブの勉強するにあたって Node.js のドキュメントが一番読みやすいので、まあ、なんか、あの、学習にあたってはこの Node.js を見るのがいいかなと思います。 で、主なところを抜き出しています。で、えっ、ー、と、例えば、あの、スタブの中にはゲットアーグスという関数があって、えっ、ー、と、クライアントから渡された引数を取得する機能だったりとか、あと、ゲットトランジ e ント。これ、トランジ e ントマップという特殊な、えー、ブロックチェーン上に載らない値が記録されない特殊なマップを、えー、取得する関数があったりとか、あと、ゲット TX タイムスタンプですね。トランザクションのタイムスタンプを ゲットしてきたりとか、トランザクションの ID をゲットしたりとか、あとトランザクション誰が実行してるかの、えー、オーガナイゼーション名ですね。MSPID を取る関数ですとか、あと、えっ、ー、と、このトランザクションの発行者の、えー、ID そのものを取るものですとか、があります。で、か、次があれですね。台帳を操作する系ですね。ワールドステート。 と、えー、あるいは、あの、ブロックチェーン部分と、えー、インタラクトする機能についても、もちろん覚えておく必要があります。で、ここでは主要なものを取り出しています。で、一番、まあ、重要というか、あの、核になるのは、えっ、ー、と、更新系の機能ですね。プットステート、えー、キー、バリューを指定して、ワールドステートで書き込むというものです。あと、もう一つがデリートステートですね。えっ、ー、と、キー、バリューを指定、あ、キーを指定して。 それをワールドステートから削除する機能です。まあ、ブロックチェーンには残っているけど、ワールドステートから消えるよというようなデリートができるというのが、えー、ステートの更新系の機能です。でそれに対して、大帳の参照系の機能はいくつかもうちょっとバリエーションがあります。えー、一番シンプルなのはゲットステートですね。指定した金のバリュー読むよというもの。あるいは、えー、ゲットステートバイレンジですね。先ほどの、えー、レンジクエリですね。範囲の、えー、キーを範囲指定して、 例えば、1から99までとか、01から99までとか、そういう形で指定するんですが、その範囲の含まれるバリューをキーバリューのセットを取ってくるというものですとか、あと複合機を用いている場合に同様に、レンジクエリを使うものがあったりとか、あとリッチクエリを使うもの、ゲットクエリリザルトですね。 これは、ステート DB 側のデータベース実装が対応している構文でクエリを渡して、データベースから返ってきた結果をそのまま返してくるよというものです。で例えば、これ CouchDB を使っている場合は、JSON のリッチクエリを CouchDB は喋れるので、まあ、CouchDB では JSON リッチクエリが使えるようになるというところです。であと、参照形で、ちょっとこれがずれた、ずれてるとか。 他のものと経路が違うんですが、getHistory4Key というものがあって、それ以外も、えー、この上の部分全部、ワールドステートとやり取りするものだったんですけど、この getHistory4Key だけは、えー、ブロックチェーン部分とやり取りするものです。あるキーについての履歴ですね。はい。まあ、あの、あるキーをだんだん更新していたりとか、あるいは削除していったりとかすると、あの、履歴が溜まっていくんですけども、その履歴を 過去から現在まで遡って、バリューを取ってきてくる。あるいは TXID とタイムサンプルをつけて返してくるというようなものがあります。大体いいこの辺を覚えれば、大体こう、なんだろう、チェーンコードというのは書けてしまうという感じです。まあ、そんなに覚えることは膨大なわけではないと思います。 で、えっと、この辺から、えっと、ちょっとチップ数の話をしていこうと思います。で、えっと、そもそも、あの、トランザクションの中でチェーンコードがどう使われていたかというのをちょっと復習したいと思います。で、えっと、チェーンコードはどのタイミングで実行されていたかというと、えっと、ファブリックの場合は、エンドースメントフェーズ。エンドースメント、オーダリング、バリデーションの3つのフェーズの中の最初のフェーズで実行されています。で、えっと、その時に、えっと、 クライアントアプリケーションからピアノードにチェーンコードの実行依頼、プロポーザル、トランザクションプロポーザルが来て、ピアノードの中でチェーンコードが実行されます。で、ピアノードはその実行結果をクライアントアップに返してくるということだったんですけども、この中でピアノードが実行結果を返すときに、この自分自身のデジタル署名を付けて返すというのをエンドースメントと呼んでいました。で、この実行結果の中には関数自体のレスポンスと あと、RW セットというものが含まれているというふうに入門編で解説しました。この RW セットというのは、この最終的に台帳に書かれるべきである値、このトランザクションが有効だった場合に書かれる値、ライトセットの値と、あと、このエンドースメントもチェーンコード実行の中で読んだリードセットですね、レコードのバ,バリュー、 あれじゃないレコードのキーとバージョンが入っているというお話でした。はい。ちょっとこれは後ほどあの出てくるので覚え、覚えて思い出しておいてください。で、えっと、ここで言いたかったのはですね、えっと、ピアノ、一つのペイピアの中でチェーンコードが実行されるだけではなくて、えっと、エンドースメントをふく普通常は複数のピアに依頼するので、えー、複数のピアで同じロジックが冗長に実行されるということです。 で、えっ、ー、と、自分のピアノードだけではなくて、誰かのピアノードにも依頼をすることになるので、ピアノの処理リソースはネットワークの共有資産だという認識でいてください。で、なので、えっ、ー、と、それを消費するチェーンコの処理コストには敏感になっておきましょうというところです。で、えっ、ー、と、まず、そこでチップスなんですけども、えっ、ー、と、先ほどあの、トランザクションの話をしたんですが、通常、あの、エンドースメントを受け取ったクライアントアプリは、 なんだその後オーダリング、オーダーラーサービス、オーダーリングサービスにトランザクションを送付して、まあ、最終的にそのオーダーラーがブロックを作って、ピアノードに配布して、バリデーションされてコミットされるという形で代償に書き込まれるんですけども、えー、とここで、あのクライアントアプリは別に、あのオーダーリングサービスにあのトランザクションメッセージを送らなくてもいいわけですね。でどういうときにそうあの送らない選択を取るかというと、単に代償上のデータを参照したい場合、 体調更新はしたくないんだけど、今どうなってるか見たいという場合には、クランントアップやエンドースメントまで進めて、オーダリングまで行かずに終わらせるということを選択を取る必要があることができます。これ前回のセッションで集中講義の中で質問としても出てましたが、こういうこともできるということですね。でこれはファブリック SDK、クランント側の SDK にクエリを API としてこういうことをする API が用意されています。 でこ,のまあ、この場合はあの1つのピアにエンドスメントを揃える必要はないので、1つのピアにチェーンコードを実行させればいいという話になります。でえーとまあ、例えば自分のピアノードに参照、クエリの依頼をかけるだけなので、まあ、それ自分のピアノードにローカルカスタマイズしたロジックを入れておけば、それを使っていろんな便利なことができるかなと思います。 で、これも質問に出たんですけども、この参照したよという、まあ、リードセットだけがあるトランザクションを台帳に書くこともできます。まあ、その場合はワールドステートの更新はないんですが、ブロックチェーン上にはトランザクションが残るという形ですね。でなんですが、えっと、この、まあ、参照したよという、えー、トランザクションをブロックチェーンに書くよということを、まあなんか、あの、そうするとじゃあ、えっ、ー、と、台帳を読んだということの記録、オーディットに使えるんじゃないか、監査ログとかに使えるんじゃないかと。 というふうに思いつくと思うんですけども、それは実際はできなくて、なぜかというと、この参照の記録を行うかどうかは、クラウンタアプリ次第なので、まあ、あの、全然バイパスできるということですね。なので、監査ログとかに使うには不適切です。はい。で、えー、チェーンコードの開発にあたって、えー、これ設計の、前回の設計の時にも少し話したんですけども、チェーンコードのロジックに何を入れるべきかという話ですね。 で、えっ、ー、と、チェーンコードに何もかもやらせようとすると、まあ、先ほど言った通り、チェーンコードのロジックが膨らんでいって、処理コストが増えていくと。そうすると、ネットワーク全体の共有リソースであるピアの計算力を消費してしまうので、まあ、基本、チェーンコードは、あの軽量な、シンプルなロジックをできるだけと、とどめておいた方がいいと思います。で、えっ、ー、と、チェーンコードに必ず必要なのは、えっ、ー、と、チェーンコードでしかできない、えっ台帳の更新ですね。ワールドステートの更新を。 チェーンコードしかできないので、まあ、チェーンコードでやらせるしかないですね。あと、プライベートデータも同様です。で、その、更新をさせようとすると、まあ、あ条件評価とかをさせる必要があるので、まあ、かしら参照機能も多分含まれるでしょうと。その辺は、まあ、必須の機能ということになりますと。で、あとは、まあ、あの、本当に基本的なクエリの機能ぐらいにとどめ、とどめておいた方がいいかなと。基本的じゃないクエリというのは、えっ、ー、と、なんか集計とか、えっ、ー、と、一括取得とか、 まそういうものはあんまりよろしくないかなと思います。で、やらないべきこととしては複雑でコストの重い処理とかえ、広い範囲のデータを一括で読み書きするものとかはあんまり向いてないのでやめましょうというところです。はいまあ、どうしてもそういうことがやりたい場合は、なんかこう、ネットワーク全体であの誰もオンラインのトランザクションをやってない時間とかが設けられるのであれば、そこにしか、そこでしか使わないバッチ機能みたいなものとして運用すればいいかなと思います。 で、えっ、ー、と、今、あの、チェーンコードでやるべきでないっていう話をしたんですけども、えっ、ー、と、その、いくつか、あの、チェーンコードで実際やれないことっていうのがあるので、で、かつ、あの、まあ、知らないと、あの、やろうとしてしまいがちなことというのがいくつかあるので、ちょっとそこら辺を、えー、ここからご説明していきます。はい。で、えー、とチェーンコード自体は、本当に最初に説明した通り、あの、素直に書いていけばいいんですけども、あの、できないこと、あの、 まあ、できないことはちゃんと覚えておく必要があります。で、えー、ここでいう6、六項目ですかね。は、まあ、えっ、ー、と、覚えておきましょう。えー、一つが非決定性ロジックですね。で、あと、えー、外部情報の参照。あと、リード・マイ・ライツ。と、あと、更新トランザクション内でのリッチクエリ。と、あと、チェーンコード内チェーンコード呼び出し。もう一部制約なのでちょっと、後ほど解説します。 同一レコードについて更新するプト追求上の限界は前回お話ししたので今回は割愛しますが、あの、同一のレコードを高密度で更新するユースケースが苦手ですよねという話です。はい、じゃあまず非決定性の話からしていきます。で、えっと、ちょっとこれ、あの、一部不正確なところもあると思うんですが、えっと、説明のためにちょっとご容赦ください。えっと、ステートマシーンですね、えー。現在の状態とステートと、 あと入力によって、えー、と次の上位に、状態に遷移していく、まあ、仮想的なマシンをステートマシンと呼んでいますが、えっ、ー、と、このステートマシンを、あの、なんだろう、分散したノード上で一致させるというのが、えっ、ー、と、ブロックチェーンのアイディアだということができますえー、ノードをそれぞれが独立したステートを持ちながら、しかし、えー、トランザクション、共通のトランザクションを経て、まあ、あの、 ステートが遷移していくと。で、分散独立しているステートを持っているが、しかし内容としては一致しているというのがブロックチェーンのアイデアです。なので、ステート N から同一の TX を加わせたら、ステート N たす1の内容になるというのがみんな揃ってやれていないと、分散台帳は成り立たないという話ですね。 で、その一致させる必要があるという話を今したんですけども、じゃあ、どうやったら一致,なる、ね、一致させられるかというと、もうそんなにあの複雑な話ではないですとで。まず前提として、ステートを更新する方法と条件をあらかじめ合意して共有しておくというところですね。で、このステートを更新する方法、条件っていうのが、えっと、いわゆるスマートコンタクトということになります。んで、えっと、 で全てので、その場合、その後に、えー、と2パターンの方法があります。で全てのノードが、えー、とそれぞれスマートコンサフト、状態遷移のロジックを実行して、ステートを遷移させていく方法が1つ。でもう1つは、えーと、一部のノードで、えー、ロジックを実行して、でこのロジックを実行するとこうなるよというステート、まあ、シミュレーション実行して、 自故状態となるステート、こうなるはずだというステートを伝播させるという方法があります。こうすると、あの、すべてのノードでロジックを実行しなくてもいいので、まあ、リソースが節約できるわけですね。ハイパーレジャーファブリックはこのコンセンサスモデルをとっています、まあ。一部のピアノードでエンドースして、その結果を、えー、みんなに、えー、ブロックとして配って、えー、バリデーションした上で、それぞれが台帳に反映コ、コミットさせるということですね。 で、えっと、リードライトセットの話がありました。えっと、チェーンコードはシミュレーション実行されます。エンドスメントの中でシミュレーション実行します。シミュレーションと言っているのはその中で直ちに台帳を書き換えるわけではないのでシミュレーションと呼んでいますが、えーまあ、そのエンドスメントの中でリードライトセットという仕組みを持っています。で、えっと、リードセットが、えー、ワールドステートから読み取った値の キーとバージョンのセットでしたと。で、ライトセットが、えっ、ー、と、このトランザクションが有効だった場合に、台帳に書き込む値のキーとバリアのセットですと。で、えっ、ー、と、抽象的に言うと、レイドセットというのは、あるトランザクションが前提とした台帳の状態のことで、ライトセットは、えーと、そのトランザクションが有効となった場合に書き込む値とですね、という話ですね。はい。で、まあ、例はこんな感じです。ちょっとここを割愛します。 で、えっ、ー、と、今なんでリード・ライト・セットの話をしたかというと、えっ、ー、と、非決定性に関わってくるからですね。で、えっ、ー、と、あるチェーンコードには、インプットとしては、まあの、あるステート、台帳の現在ステートがもちろんあるし、あと、クライアントから何かしら引数を渡されるので、それもインプットになりますと。で、それに対してチェーンコードロジックを実行していくわけですが、えー、複数ノードでそれぞれチェーンコードが実行されますと。 でその結果に含まれるライトセット、自己ステート。まあ、あの、トランザクション有効だった場合に、このステート、新しいステートはこうなるよというライトセットが、同一になってないといけないという条件があります。なんでかというと、あの、エンドースメントポリシーの関係ですね。エンドースメントポリシーには、例えば、あの、5個中、5オーガナイゼーション中2個のピア、2個のオーガナイゼーションのピアのエンドースメントを集めてくださいとかなっているわけですけども、えっと、一致するエンドースメントですね。 あの、ライトセットとリードセットが一致しているエンドスメントを集めてくださいというのが裏側にあるので、暗黙にあるので、まあ、あの、複数のピアーから異なる、まあ、バラバラのライトセットのエンドスメントを集めてきても、エンドスメントのポリシーを一生満たせないの、満たせないですというわけで、まあ、あの、複数のピアーでバラバラのライトセットを返してくるようなことが、事態が起きないようにしなきゃいけないということですね。 すなわち同一インプットから同一の自己ステートが導かれるようにしておく必要があります。で、そのためにはチェーンコードのロジックの中が、ロジック内容がディターミニスティック、ね、決定性のものでなきゃいけないというところです。で、チェーンコードのロジックがインディターミニスティック、非決定性のものになっていると、バラバラのものがたまに返ってきたりとかして、非常に困ったことになります。 というわけで、チェーンコード内に非決定性のロジックを作ることだけは避けましょう。というのがお約束になっています。例えば、この非決定性のロジックの例えば、例として一番わかりやすいのがランダムな例、値だと思います。で、r ピアと別のピアでサイコロを投げますよねと。で、r ピアで6が出たりとか、r ピアで3が出たりとかすると。ということが起きると非常に困りますよねと。と というところで、ランダムの値を、えー、さ生成させるのはやめましょうと。チェーンコードの中でランダムの値を生成するのは NG です。まあ、典型的には UUID バージョン4とかが、あの、えっ、ー、と、有名というか、よく使われがちですが、こういうことは,こういうことは禁止です。で、えっ、ー、と、まあ、こういうなんかランダム、あるいは疑似ランダムでもいいんですけども、あの、結果が一致する報酬が全然ないものは使えませんというところです。 で、まあ、あの、ステート内にシードを用意しておいて、そこから、あの、決定的に、まあ、あの、なんだろう、分散して、値が取れるようなもの、UID バージョン3とかを使うとか、まあ、そういうような形を取ったりとか、あるいはこういうものが必要だった場合は、クライアント側で生成してから渡すとか、そういうことで代替させましょうというのが、お約束になっています。 で次ですね。非決定性ロジックの例として、あの、まあ、よくやりましたのが、えっと、ノードのローカル日時を利用すると。なんか、タイム、ナウとかで取ってきちゃうやつですね。で、これは、えっと、ノード、チェーンコード内のノードのローカル日時、まあ、使いたくなるんですけども、えっと、使っちゃダメですと。で、えっと、各ピアノードは時刻の時計ですね。時計を、あの、必ずしも同期してないので、まあ、あの、普通に、 えっと、ミリ秒までとか秒単位で全然ずれるっていう話と、あと、えっ、ー、と、各ピアノードは必ずしもチェーンコードを同時に実行する依頼を受け取ってるわけじゃないので、まあ、そこでも全然ずれますと。いうところで、えー、このローカル日時を使わせると全然ずれますと。いうことで使ってはいけません。で、じゃあ、現在日時でどうすればいいのっていう話だと、えっ、ー、と、クライアント側でも、あの、現在日時を取って、ピアノードっていうかチェーンコードの引数に渡すしかないです。 そうすると、あの、この現在日時が、えっ、ー、と、いつだったかっていうのは、クライアント側の任意になってしまうので、まあ、あの、信用できないという話ですね。はい。っていうところはちょっと注意しておかなきゃいけないです。まあ、なんかこのチェーン、あの、現在日時が決定的に重要な、えー、ロジックとかだと、まあ、不正の余地が生まれてしまうので、そういうことはできるだけ避けた方が良いと思います。 で、えっ、ー、と、ブロック内、えー、これはファブリックのブロックの構造なんですけども、えー、とファブリックのブロックの構造には、えー、とトランザクションが入っているので、トランザクションとあとブロックヘッダーがあるんですけど、えーと、タイムスタンプというのがトランザクションの中にありますで。このタイムスタンプ使えばいいじゃんみたいな話をたまにいただくんですけど、これはあのクライアントから渡したものです。なので、クライアントから渡したタイムスタンプがそのまま入っているだけなので、まあ、全然デタラメのものが入ってたりとかもできます。 なんで、あんまり信用しちゃいけないっていうのと、あと、トランザクション履歴を取ってくるときに、まあ、あの、このブロックを順々に読んでいくとかしてもいいんですけど、このトランザクションのタイムスタンプで相、え、当、ー、したりとかすると、ブロックの内のトランザクションの順,順序と必ずしも一致しないので、気をつけましょうというところですね。はいまあ、この順、えっ、ー、と、現在日時では結構重要な要素、あの、システムにとって重要な要素だと思うんですけども、 こういう限界があるということは覚えておきましょう。はい。あと、非決定性ロジックの例として、えっ、ー、と、これも、あの、まあ、なんていうか、ありがちな例ですが、えっ、ー、と、大腸外のデータを取っていきたいっていうのが、えっ、ー、と、非決定性につながってしまいかねないというのがこの例です。 で、えっ、ー、と、例えばなんかこう天気予報を取ってきて、えっ、ー、と、の、あの、明日の天気予報が、まあ50、50%以上だったら、なんかこういうロジックを実行してくださいみたいな、ノーチェーンコードの中に書きますと。で、その取ってくる先が、まあ、例えば Weather News さんの、あの、サイトから、えっ、ー、と、取ってきますとか、そういうようなロジックを書きたくなるんですけども、えー、そういうことはできるだけやめたできるだけとか、まあ、基本的にやめた方がいいです。で、というのは、タイミングですね、やっぱピアノード、 間で必ずしも一致したタイミングで取ってくれる、れるものではないというところがあるので、こういうあの大腸外の情報をあ、あの、えー、必ず結果が一致するように取ってくることは困難なので、えー、まあ、あんまりやらないほうがいいです。っていうのと、あと、まあ、タイミングマターがあり得るという話以外にも、あの、なんだろう、この天気予報サービスを、えー、まあ、なんか、途中でインタラプトして別のものを見せたりとか。 そういうことが普通にできますよねというところもあって、そういう攻撃に弱いとか、あるいはノード所有者自身の不正によって不正の値を捕まされてしまうということがあり得るので、普通はあんまりやらないほうが良いです。で、えっと、こういうことをどうしてもやりたいよという場合ですね、まあえっと、オラクルという仕組みが必要になってきます。このオラクルというのは、あれですね、拓船とかあの暗号オラクルとか呼ばれますが、えっと、オラクル社とは別に関係がないので。 えー、区別してください。で、えっ、ー、と、例えば、もうスポーツ賭博とか、あるいは予測市場とかのサービスをブロックチェーンとかで実現しようとしたときとか、あるいは、あの、なんですかね、為替ですかね。為替って、あの、レートが刻コ々クコクと動いていくと思うんですけど、あの、ブロックチェーン上に刻コ々クコクと誰かが勝手に書いてくれるわけではないので、どっか外から取ってこないといけないですよね、というところで、そういうサービスを作ろうとしたときには、必ずなんか外側から取ってこないといけないですよね。どうしようもないです。 で、えっと、その時に、じゃあ、あの、なんだろう。じゃスポーツ賭博の結果をクライアントから渡すことにしましょうって言うすると、あの、クライアントはまあ任意で、あの、結果を偽れてしまうので、えー、普通には、不正がし放題ってしまうというところですね。まあ、ただ、あの、不正があったことは後から追求可能では、ブロックチェーンの仕組みとしてあるので、まあ、その追求可能だったら不正しないでしょっていう、あの、信用があるんだったら、それでい,いけてしまうパターンもあると思います。 で、えっ、ー、と、なんですが、そういう、まあ、不正するかもしれないよねっていうのをちょっと、あの、排除しきれない場合は、何らかこの外部から信頼できる情報を確実に取ってくるという仕組みが必要になります。で、えっ、ー、と、そういう、えー、サービスを提供してくれるのがオラクルと呼ばれています。で、この場合、あの、オラクル外部にある、えー、なんだブロックチェーン上にデータをもたらしてくれるサービスが、えー、自身の署名ですね。自身の署名付きでデータを、えー チェーンコードの中に、えー、なんだろう。もたらしてくるとか、まあた、どっちかというと、チェーンコードがオラクルに聞きに行って、結果をチェ署名付きで返してもらうということをやることで、あのクライアントもあの偽れないし、えー、ピアノードも偽れないし、チェーンコード内でも偽れないし、まあ、あの確かにオラクルから、えー、確実なデータが返ってきましたねという形で外部情報を使うことができますと。で、 えっとなんですけど、まあ、実際、署名の、じゃあ、検証はどうするのか、みたいな話まで、えっ、ー、と、必要、考慮が必要になるので、まあ、結構、あの、どこまで信頼できるか問題とか、検証をどうするのか問題とかが出てくるので、あんまり簡単ではないですと。というところで、この外部の、ね、ブロックチェーン代帳の外部の情報を使うっていうのは、ちょっと、あの、アドバンストな、えー、すごく応用的な話だというところは、最初に理解しておいて、まあ、あの、本当にそういうことをやらなきゃいけないなと、 いうことが明らかになった場合は、ちょっと構えて始めた方が良いです。まあ、あの、ファブリックそのものの仕組みとしては、こういうことは、え、できないというか、外部の力が必要になります。はい。えっ、ー、と、次ですね。ちょっと、これも、あの、すごく地味なチップスなんですけど、よくやってしまいがちです。えっ、ー、と、read my rights という、え、現象があります。で、えっ、ー、と、チェーンコードの中で、えっ、ー、と、先ほどの put state をして、えっ、ー、と、 プットステートしましたと。ある、ワールド、まあ、ワールドステートにあるキー、えー、キー、K1 のキーで、えー、V1 っていうバリューを書き込みましたと。で、えっ、ー、と、直後にそのチェーンコードの同一トランザクション内で、えっ、ー、と、先ほど、さっきプットステートしといたはずのデータをゲットステートしようかなと。K1 で読んだら、えっ、ー、と、当然 V1 が返ってくるよねと思うんですけど、読めないんですね。っていうのは、えっ、ー、と、 まあ、あの、チェーンコードを実行している瞬間には、えっ、ー、と、プットステートも台帳にコミットされてないので、えー、当然、えーまあ、反映されてないというところです。なんで、えっ、ー、と、さっきプットステートしたものは読めないですというところで、can't read my rights だと覚えておいてください。で、えっ、ー、と、これすごく、あの、まあ、仕組み上すごくシンプルで、あの、わかりやすい話ではあるんですけど、知らないとかなりハマりがちなので、えっ、ー、と、これは覚えておいてください。 まあ、あの、普通にプットステートしたものと同じものを、なんかどっかしら、テンポラリな、えっと、変数として持っとけばいいだけですね。はい。あと、えっと、覚えておきたいのが、えっと、更新トランザクション内での一部クエリ機能の利用制約というのが、えっと、ファブリックにはあります。で、何かというと、バリデーションフェーズで、えっと、リードセットバリデーションしているという話を、えっと、第1回でしました。で、えっと、その中で、まあ、あの、バージョンが、あの、 え、エンドスメント G と、え、リードセットの中に含まれるレコードのバージョンが変わってたら、え、エラーにしてくれるよと。まあ、あの、トランアクション前提が変わっているのでエラーにしますと。というところでリトライすればいいよねという話をしたんですけど、えっ、ー、と、この、まあ、あの、一貫性保護の機能が一部働かない瞬間がありますで、何かというと、えー、リッチクエリですね。先ほど、あの、 えー、カウチ DB を使ってると JSON のリッチクエリ使えるよという話をしたんですけども、そういうあの、えー、ステート DB 側の機能に頼ったリッチクエリっていうのは、えー、リードセットの、リードセットというか、えー、バリデーションフェーズで、えー、だろう、あの、前提が変わってないかの再実行をしてくれないので、えー、まあなんか、あの、本当は前提が変わっちゃってるのに検知できないで、そのままコミットされてしまうケースというのが存在します。 えと、これを、あの、ソブリックではファントムリード問題と呼んでいます。で、えっと、なんか、まあ、バージョン1からずっと長く残存していて、今もそんなに一週、えー、に更新がないので、多分残存続けるだろうと思いますが。えー、まあ、あの、簡単に言うと、更新トランザクション内でリッチクエリ使えないよということだと覚えてください。で、あと、えっと、リッチクエリ以外にもいくつか、あの、注意が必要なクエリがありますと。 で、えっと、一つは、えー、なんか、まあ、レンジクエリのページネーションですね。なんか、こう、結果が大きくなりすぎたときに、ページングして返してくれるやつは、えー、再実行してくれないので、これもファントムリード問題に引っかかる可能性があります。であと、えー、コンポジット、パーシャルコンポジットキー、複合キーに対しての部分クエリをするやつも同様です、というところです。 でなので、一部のレンジクエリ、まあページメーション付きのレンジクエリとリッチクエリは、えっ、ー、と、更新トランザクション内では使ってはいい、使うと、まあ、安全じゃないよ、ということを覚えておいてください。あの、ただ、基本的に安全じゃないっていうことは、えっ、ー、と、例外的に使っていいときがある、えーえー、ことになります。例外的に使っていいことが、場合というのはどういうことかというと、えっ、ー、と、クライアント側で、えー、なんだろう。えー、ファントムリードが発生しないことを担保できる場合ですね。 で、えっ、ー、と、はい。まあ、これ今説明してた話の詳細版ですが、ファントムリード問題がありますと。で、えっ、ー、と、運用上の特別な考慮ですね。クライアントアプリケーション側って、まあ、かつ自分のクライアントアプリケーションだけではなくて、他の参加者のクライアントアプリケーションを含めて、運用として、あの、ファントムリードの発生可能性を排除できる場合以外には、基本的に更新トランザクションの中でリッチクリエリ使っちゃいけないよと。 あるいは一部のレンジクエリー使っちゃいけないよという制約は覚えておいてください。ちょっと、あの、本当は資料上は、あの、この、アンドムリード問題の解説が続いているんですが、ちょっと今日は時間がないので割愛します。まあ、あの公開した資料をご覧いただければと思います。はい、あと次のチップスですね。えっ、ー、と、チェーンコード内でチェーンコードを呼び出すことができます。できますが、 えっと、ここでいくつか覚えておく必要があることがあるので、ちょっと、この後説明します。で、えっと、ファブリックは単一チャンネル上で複数のチェーンコードを稼働させることができますと。まあ、あの、はい、最初にえ入門編で説明した通りですで。で、入門編でも説明したんですがで、あるチェーンコードが書き込んだレコードは、えっと、そのチェーンコードからしか、えー、アクセスできませんと。何を言ってるかというと、 チャンネル X 上にあるチェーンコード A が書き込んだレコードは、チャネル X 上、同じくチャンネル X 上にあるチェーンコード B からは、直接アクセスできないとか、ゲットステートとかプットステートとかできませんよとっていうということですね。はい。で、これはあの、チャネルというか、チェーンコードが名前空間になっていると考えていただければ分かりやすいと思います。 で、えっと、ワールドステイトかプライベートデータだけではなくて、ブロックチェーンの、えっと、ゲットヒストリー4キーを使う場合にもこの制約が引っかかります。で、じゃあ、あの、えっと、チャネル A からチャネル B が書き、あ、チャネル A じゃない、チェーンコード A からチェーンコード B が書き込んだレコードを見たい場合はどうすればいいのかという話ですが、えっと、チェーンコード内チェーンコード呼び出しを使えば、まあ、普通にできますと。はい。えっと、同一のチャネル、チャンネル X 上であれば、 チェーンコード A からチェーンコード B を呼ぶことができると。チェーンコード A 内の何とかっていう関数からチェーンコード B 内の何とかっていう関数を呼び出すことができます。なので、チェーンコード A の何とかっていう関数の中で、チェーンコード B が管理しているレコードを参照したりとか更新したい場合は、チェーンコード B の関数を呼んで参照を更新させましょうというだけの話になります。 でまあ、あのロジック的にはそうなんですけども、ただ実際にはチェーンコード単位でピアにインストールするので、まあ、あのこのチェーンコード A を実行する場合は、チェーンコード B もそのピアにインストールされていなきゃいけないとか、まあ、そういうような形で、呼び出し元、呼び出し先両方のチェーンコードが、えー、ピアにインストールされていることが必要になったりとかしますので、まあ、やや管理が半ずつになるというところもあり、まあ、あんまりこう、なんだろう、えー、再利用性とかの観点のみでチェーンコードを分割していくのは良くないよねと。 良くないだろうなというのが、前回お話しした通りです。で、このチェーンコード内チェーンコード呼び出しですが、えっ、ー、と、トランザクション的には、えっ、ー、と、普通の単一のチェーンコードを呼んでいる場合とそれほど、あの、内容は変わらずに、まあ、リードセット、リードライトセットとかも、えっ、ー、と、ちゃんと、あの、同時に、複数のチェーンコード分を管理してくれるので、まあ、あの、あんまり、えー、複数のチェーンコードを絡めて呼んでいるからといって変なことが起きるということはないです。 はい。で、えっと、例えばこれどういう時に使うかというと、えー、っと、ま、あの、なんか、複数のチェーンコードじゃないか。複数のトークンを扱うチェーンコードを同一のチャンネル内で稼働させるという時に、こういうことが必要になるかなと思います。例えばこの右側の例ですね。えー、っと、犬のチェーンコード。 犬の NFT を扱うチェーンコードと、猫の NFT を扱うチェーンコードと、あと、まあなんかトファンジブルなペリカっていうトークンを扱う、えー、チェーンコードがあって、で、それらを交換させるチェーンコードも存在していますっていう。で、これが全て一つのチャンネル上に存在しているよと。そういうときは、えっ、ー、と、多分このエクスチェンジの交換ロジ、チェーンコードからは、えー、他のチェーンコードを呼び出す必要がありますよねと。 いうような形で使われます。で、えっ、ー、と、今、チェーンコードないチェーンコード呼び出し、普通にできるよという話をしたんですけども、えっ、ー、と、できないパターンがありますという制約について語ります。えっ、ー、と、まあ、あの、トランザクションのところを理解している方は、えっ、ー、と、覚えておいてだと思うんですけども、まず、チェーンコードはチャンネルごとにインスタンス化されていますと。 で、えっと、チェーンコード、トランザクションを実行する場合、場合は、えっと、何かしらチェーンコードを呼び出すことになるんですけども、チャンネルを指定してやりますと。で、えっと、トランザクションはチャンネル単位にしか動かないですよというのがファブリックのお約束になります。で、えー、っと、ここで問題になるのが、えチャンネルまたぎのチェーンコードないチェーンコード呼び出しですね。をさせるとどうなるのかという話なんですが、 あの、チャンネルまたりのチェーンコード内チェーンコード呼び出しはできるはできるんですけども、えっと、呼び出す先のチャンネルの台帳の更新は実行できませんというのがお約束になります。で、つまり何を言ってるかというと、チャンネル X 上のチェーンコード A を、まあ、あの、クライアントからは呼んで、そのチャネル、チェーンコード A が別のチャンネル、チャンネル Y のチェーンコード B を呼んで、呼ぶこと自体はできますと。 ということ自体はできて、チャンネル Y の台帳をクエリした結果を、チェーンコード A が利用することはできるんですが、じゃあチャンネル Y の更新もやらせようとするとできるかというとできないようになってます。で、これはファブリックのトランザクションがチャンネル単位、チャンネルスコープでしか実行されないというところから、チャネル Y を別のチャンネルも同時に更新するということがはみ出しちゃってるからです。 で、なので、えー、まあ、この、あの、なんですかね。別のチャンネルを同時に更新させるっていうことはできないよということは覚えておいてください。で、あと覚えておくべきことが、えっ、ー、と、このチャンネル Y を読むことはできるよという話はしたんですけども、じゃこの読むときに本当にその読んだ結果が安全なのかっていうのは、実はちょっとそんなに安全ではないというところで、えっ、ー、と、まあ、ファブリックは、あの、チャンネルごとにステート、 と、あとトランダクションがあるよという構造になっていて、えっ、ー、と、整合性とか一貫性を担保する仕組みはチャンネルごとなんですね。でなので、えっ、ー、と、なんか、ある別のチェーンコードあ、別のチャンネルのチェーンコードを呼び出したときに、えっ、ー、と、そ、そっち側のチャンネルはまだ、あの、最新じゃなかったとか、えー、ピアによっては、こう、新しかったり新しくなかったりしますとか、そういうことが起きて、えっ、ー、と、なんか複数ピアがあって、このクエリ結果が異なるとかいうことも起こりかねないです。 というところがあるので、まああの、先ほどの非決定性みたいな話につながって,ってしまうときがあるので、ご注意ください。まあ、整合性一貫性を担保する仕組みはチャンネルごとだよというところは理解した上で使った方がいいと思います。はい、えっと、ここまでがチェーンコードの解説のまとめです。あのチェーンコードの解説でした。えっと、まとめると、チェーンコードは台帳のデータの唯一更新の唯一の手段ですというところで、 大帳のデータ構造定義とデータに対してのロジックを担うものがチェーンコードになっています。SDK、Node.js SD、js, Go、Java、あるのでどれか選んで実装しましょうとで。そんな難しくないですというところ。あと複雑にも大規模にもならないと。まあ、ならないし、なるべきではあまりないというところを覚えておきましょう。はいえー、ここまでがチェーンコードのお話でした。 では続いて、クライアントアプリケーションの開発の話に行こうと思います。えっと、まずおさらいですが、クライアントアプリケーションと呼んでいるのは、えっと、h y p e r l e フ g e r Fabric のトランザクションを使うアプリケーションです。ファブリックを使う側のアプリケーションのことをクライアントアプリケーションとファブリックで呼んでいます。で、えっと、役割としては、えっと、まあ、トランザクションの中で、ピアノードにエンドースメントを依頼して、エンドースメントを集めて、オーダーリングサービスにトランザクションを送るよというのがクライアントアプリケーションの役割です。 えっと、このクライアントアプリケーションは、えっと、まあ、ファブリック SDK を使って実装するんですが、えー、なんですかね、ファブリックのアイデンティティを中に抱えることになります。失礼しました。で、えっ、ー、と、今から説明するクライアントアプリケーションの場合は、ここですね。はい。まあ、あの、ブロックチェーンノードに対してアクセスするクライアントアプリケーションです。 一般的なブロックチェーンの話で言うと、スマートコントラクトを使うアプリケーションが、えっと、ファブリックでクラントアプリケーションです。で、実装にあたっては、ファブリック SDK を用いて実装することになります。で、このファブリック SDK、えっと、先ほどのチェーンコードの SDK とは別物なので、ご注意ください。ファブリックチェーンコード SDK とは別です。で、ファブリック SDK は、えっと、Node.js 版と Java 版が正式リリースです。 えっと、あと、Go, Go のえええの SDK があるんです。あったと思うんですけど、今ちょっとわかんないです。開発が続いているかは。え多分それはまだ正式リリースではないので、基本的には Node.js と Java を扱う、どちらかを選ぶことになります。はい。で、えっと、この Node.js と Java 版、それぞれに API が高レベル、低レベルがあります。 ファブリックネットワーク。Node.js だとファブリックネットワークという高レベルがあって、低レベルにファブリックコモンの API をあ高レベルがブラッピングしているような形ですね。Java 版だと Gate、えー、SDK for Java があって、これ高レベル。で、低レベルはファブリック SDK for Java になってますね、はい。どちらを使ってもいいですが、基本的にはこれ高レベルを使うんじゃないかな、今。 僕も高レベルを使います。ただ、えっと、本当に、あの、なんだろう、パフォーマンスにシビアなアプリケーションを使うときとかは、えー、低レベルなものを扱った方があの、自分でカスタマイズできるので早くなると思います。で、すみません。ちょっとこれも僕が、あの、実際につぶさに確認したわけではないんですが、えっと、多分で、Node.js と Java 版でできることは今は同じだと思います。ちょっと、あの、ある時期においては、かあの ノード JS のが先行してたでしてたんですけども今は多分同じだと思いますでえっ、ー、とちょっとこのあのノード JS と Java であの結構実機能名が違ったりするのでえっ、ー、とあんまり具体的な話はここではせ,せずにえっ、ー、と抽象的な設計要素の話をしていこうと思いますでえっ、ー、とまずあのクライアントアプリケーションとハ,ハイパラジャーファブリックのネットワークのコンポーネントの関わりということをまずあの理解してお,くおいた方いいと思いますと というのは、えっ、ー、と、これたまにあの、なんだろう、認識してない人がいるんですけども、あの、クライアントアプリケーションは、あの、自分の、オーガナイゼーションを持って自分自身のピアだけではなくて、他の人のピアにもアクセスしますよと。あるいは他の人のオーダーラーにもアクセスしますよと。いうところです。で、なので、えっ、ー、と、ここで何を言いたいかというと、あの、ネットワーク的にアクセスできるようになってないと話にならないですよね、というところで。逆に言うと、あの、 自分のピアは他の、あの、オーガナイゼーションが持っているクライアントアプリケーションからもアクセスされるので、まあ、あの、そこ、疎通の穴を開けておいてあげないと、ま、診断ないですね、というところで、えっと、そこ、ネットワーク的な疎通がちゃんと取れていることは、最初に、必要になることは理解しておきましょう。あと、えっと、まあね、メッセージングするので、お互いに、あの、ファブリックのネットワーク上の、ファブリックの、ね、アイデンティティが必要になります。 ピアはそれぞれアイデンティティを持ってますし、クライアンタップも、えっ、ー、と、やり取りするにあたっては、ファブリックの何,何らかのアイデンティティが必要になります。あと、まあ、あの、当然、ネットワークでやり取りするので、えっ、ー、と、お互いのどこにいるっていう話は、えー、認識しておく必要がありますよね、と。で、えっ、ー、と、ファブリックのネットワーク上のユーザーアイデンティティは、えっ、ー、と、どうやって、あの、クライアンタップレクションを持っているかというと、ウォレットという要素の中にも貯めてます。 で、えっ、ー、と、Fabric CA, Certificate Authority などで、えー、発行した秘密鍵と証明書ペアですね。Fabric のアイデンティティに対応する秘密鍵と証明書ペアに、えー、と ID のラベルを付けて、えーと、ウォレットに追加すると、えー、クライアントから見えるアイデンティティを使えるようになります。で、このウォレットは、えー、とファイルシステムウォレット。まあ、ファイルとしてあの秘密鍵証明書ペアを と貯めとくよっていうやつとインメモリウォレットですね。今モジュールインメモリで持っとくよっていうやつとあとカウチ DB に貯めとくよっていうやつが選べます。ちょっとどれが一般的なのかはちょっとわかんないですけど私はだいたいファイルシステムウォレットを使ってる。ただまああのえっ、ー、とセキュリティの要件次第であの多分インメモリにしなきゃいけないとかそういう話が出てくると思いますと。と あと、えっ、ー、と、そのセキュリティの保険しないと h s m に格納してることもできる。ハードウェアセキュリティモジュールですね。もできます。で、えっ、ー、と、このファブリックのクライアントは勝手に、えっ、ー、と、なんだろう。ええー、アイデンティティの秘密鍵、えー、証明書ペアをファブリック c a から取ってくる、くれるところまではやってくれないので、えっ、ー、と、あらかじめ秘密鍵証明書ペアはファブリック c a クライアントという別の、あの、FabricSDK とは別のツールがあるので、 え、それで発行しておきましょうと。で、その発行した結果の、え、秘密鍵証明書ペアを、え、このウォレットに加わせましょうと。いうのがお作法になります。で、えっ、ー、と、次ですね、え、すごく今重要な要素として、ゲートウェイというのがあります。んで、えっ、ー、と、あの、ファブリック、先ほど説明した通り、あの、複数のクライアントが、複数の、まあ、自分のものとか相手のものとかの、 ノードとやり取りしなきゃいけないので、ネットワークに誰がどういう人がいるかっていう話と、あとですね、あの、エンドスメント、誰がエンドースメントできるかとか、誰がどのチャンネルに参加してるかとか、チェーンコード入ってるかとか、そういうような、あの、結構、まあ、本当にあるメッセージを送るときに誰に送ったらいいのかっていうのが、結構管理が煩雑になってくるというか、判断が必要になってきます。で、このゲートウェイという部品、コンポーネントというか、まあ、なんだろう、モジュールですかね、要素が、 えー、この辺を誰にメッセージを送ったりのかっていうのをうまくやってくれます。はい、その、あと送るっていうだけではなくて、えっ、ー、と、たまにあの,の、ピアノードからも例えばイベントを通知してもらうよとか、そういうような受け取る側の、えー、メッセージもあるんですけども、そういうものも含めてゲートウェイがうまくやってくれます。で、このゲートウェイはじゃあ、か全然勝手にうまくやってくれるのかというと、そんなことはもちろんなくて、 えっと、コネクションプロファイルという設定をしておく必要があります。で、これは YAML か JSON で記述することになります。このコネクションプロファイルは、あの、ネットワーク上に誰がどういう機能、あどういう、えー、ノードがいて、どういう役割を持っているかっていうのを記述していくんですけども、動的なものと性的なものがあり得ます。で動的なものというのは、えっ、ー、と、誰、まあ、最低限誰がどこにいるっていう設定を記述しておくと、えー、ピアがあのサービスディスカバリーっていう機能で、 ネットワーク構成情報を、こう、あの、よこしてくれて、それに基づいて、このゲートウェイ君が、うまいことを、あの、最小限の設定から、うまいことやって、吉野にやってくれるというのが、この動的なコネクションプロファイルです。一方で、性的なコネクションプロファイルは、もう、この動的に何かやらせるのを全部オフにして、あの、なんだろう、設定情報に全部書いといて、書いといた通りにしか動かないようにすると。まあ、性的なコネクションプロファイルのやり方です。 なんか、例えば、あの、パフォーマンスシビアなアプリケーションとかを作っている場合は、性的なコネクションプロファイルで、なんかいろんなことを近いものにやらせるとか、そういうふうな、あの、戦略を取った方がいい場合があるので、まあ、そういう場合には性的なコネクションプロファイルを使いましょうという話ですかね。はい。で、えー、っと、クライアントアプリケーションは、えー、トランザクションプロポーザルですね。どのチェーンコードをどのペピアに依頼するかという、えー 判断をしなきゃいけないですけど、これを、あの判断をゲートウェイに任せることもできるし、えー、なんだ、このゲートウェイが抱えているコネクションプロファイルの情報を取得した上で、こいつっていうふうに指定することもできます。できるんですが、まあ、まあ、大体の場合は、えっ、ー、と、ゲートウェイに任せておけばよいだろうと思います。で、なんですが、えっ、ー、と、プライベートデータコレクションとか、えっ、ー、と、コレクションレベルとか、ステートレベルのエンドースメントポリシーとか、 まではこのゲートウェイ君は考えてくれないので、ちょっと今、現最新バージョンでもしかしたらやってくれるかもしれないですけど、ある時点まではやってくれてなかったので、そういう細かいエンドソメントポリシーの指定とかを使っている場合は、自分でクラウンドアプリケーションの中で指定する必要がありました。あと、重要な要素、3つ目ですね、コントラクトという要素があります。 このコントラクトという要素は、えっ、ー、と、すごく重要というか、まあ、あの、一番メインの要素です。っていうのは、あの、トランザクションの一連のプロセスを抽象化して実行してくるのがこのコントラクト君です。トランザクションの一連のプロセスというのは、えっ、ー、と、クライアント側なので、えっ、ー、と、エンドースメントフェーズでピアにトランザクションプロパズルを送って、エンドースメントが返ってくるのを収集してくる、収集するとっていうパターンのところと、あと、オーダリングフェーズで、オーダリングサービスにトランザクションメッセージを送信するよと。 という点と、あと、ピアノードからトランザクション結果のイベントメッセージをサブスクライブしていれば通知が来るので、それを受け取って、トランザクションの結果がどうでしたというところまでを、受け取るところまでをコントラクトが抽象化して行ってくれます。で、ウォレットとゲートあウ,ウォレットでアイデンティティを指定して、ゲートウェイで接続先とかを指定して、で そこでようやくコントラクトを使えるという感じですね。で、えっ、ー、と、コントラクトの主要な関数は、えっ、ー、と、submitTransaction トト、あるいは、えー、java.createTransaction トトになります。で、これをやると、あの、まあ、あの、えー、ゲートウェイに指定した戦略とかに基づいて、えー、この上一連のエンドースメントからバリデーションまでの、えー、結果取得までの、えー、プロセスを回してくれます。 で、えっと、先ほどあの、クエリだけするよっていうことができるよっていう話をしたんですけど、えっと、それがエバリュエートトランザクションというえ関数です。このコントラクトのエヴリュエートトランザクションを使うと、あの、まあ、オーダリングフェーズまでは進,、ま、進めずに、どっかしら一つのペアに変動スメントを依頼する。で、結果を受け取って終わりというクエリだけすることができます。まあ、あの、なんだろう、えっと、 ファブリックのトランザクション、あの難しいよというか複雑だよという話はよくするんですけど、えー、実際クライアントからすると、まあ、呼ぶのはこれだけでいいので、そんなにこう、クライアント側は、まあ、複雑なことをやらなきゃいけないわけではないです。というところですね。でサンプル、これは、えー、と公式から持ってきたものですが、えー、とサンプル。Java のゲート SDK、ハイレベルの SDK を用いたサンプルですね。 で、注目するべきところは、このウォレットを作るところ、ね。ファイルシステムウォレットを指定して、で、どっかのディレクトリにあるウォレットを、えーまあ、生成しますと。で、ゲートウェイを作りますと。で、アイデンティティを指定して、ネットワークの、えー、コネクションプロファイルのファイルを、えー、指定してあげると、ゲートウェイができますと。んで、その、えー ゲートイを作った上で、えー、クリエイトトランザクションして、トランザクションを送ると、えー。クリエイトカーっていう関数の引数ですね。カー10とか、なんとかなんとかっていう関数を送っています。で、えっ、ー、と、この、まあ、トランザクションを実行する上で、えー、クラウンド側でやってるのは実はこれだけですね、はいえー。クリエイトカーレザルトの受け取りまで、えー、先ほどのコントラクト君がやってくれるので、この1行だけで済んでると。 という感じで、まあ、クランタアプリを書くのはそんなに難しくないかなという印象を持たれた方が多いのではないでしょうか。あと、先ほどのクエリだけするエバリエートトランザクションも、えこんな感じで一行で呼べますね。えっ、ー、と、ノード JS も、まあ、やってることはほとんど一緒です。ウォレット作って、ゲートウェイ作って、で、ゲートウェイをインスタンス化して、えー、トランザクションを呼ぶと。というところですね、はい。まあ、そんな難しくないなと。 感じていたただけたかと思いますというわけで、えーと、クラウドアプリケーションのファブリック SDK を利用した実装はそんなに語ることはなくて、えー、とファブリック SDK を用いて、えー、Node.js か Java でアプリをかけましょうと。で、えーと、凝ったことをやろうとしなければ、SDK がうまいこと、先ほどのサンプルアプリケーションみたいな形で、えー、SDK がハイレベルの SDK なら簡単にやってくれるところが多いので、そんな難しくならないですと。 で、えっと、ただ、このサンプルアプリに現れてないのは、えっと、このコネクションプロファイル設定ですね。誰がどこにいてっていう設定を用意するところと、あと、ファブリッククライアント C、あ、CA、ファブリック CA クライアントを使用して、秘密鍵証明書を用意しておく部分は、えっと、先ほどのコードに現れてこないですが、意外とそこがちょっと難しいとか、めんどくさいので、そこは、えっと、な、なれるというかえ、ちゃんとやらなきゃいけないです。はい。 で、えっ、ー、と、行動自体はそんなに難しくならないなと思ったと思うんですけども、まあ、あの、一方で、えー、先ほどチェーンコードの,のところで説明したような要素とか、あるいは、あの、ファブリックのそもそもトランザクションフローの流れとか、ま、理解しておかないと、えっ、ー、と、クランアプリケーション開発していく上で、まあ、トラブルシュートとかに非常に困ることになるので、そこはちゃんと理解した上で開発をしましょう。というところです。はい。えっ、ー、と、クラントアプリケーションの開発については、もうこんなもんでした。 えっと、最後に、えっと、これもクライアントアプリケーションの話なんですか、整合性の話をしようと思います。で、えっ、ー、と、まあ、ファブリックのクライアントアプリケーション、ここですね。で、えっ、ー、と、まあ、作ればいいという話をしたんですけども、えっ、ー、と、エンタープライズ領域で、え、なんか、ブロックチェーン使おうっていうときは、なんかこのブロックチェーンと、あとそのブロックチェーンを使うクライアントアプリケーションだけでは普通は完結しないです。 で、何かしら、こう、既存の、企業の中の既存のシステム。例えば、サプライチェーンのユースケースだったら SCM を連携させないと意味ないよねとか。あるいは、えっと、データベース側で集計させたいよねとか。えっと、このブロックチェーン上で、からデータを複製したデータベースのデータと、あと、既存のデータベースのデータを統合したいよねとか。まあ、そういう感じで、えっと、ブロックチェーンとクライアントアプリケーションだけでは完結せずに、 えっと、周辺のシステムと関わることになります。で、えっと、そうするとクライアントアプリケーションっていうのは、えっと、ブロックチェーン、パブリックを使うというところ以外にも結構いろんな役割を担うことになります。で、もちろん、あの、クライアントアプリケーション自体のビジネスロジックが必要だし、えっと、クライアントアプリケーション UI も必要でしょう。というところなんですが、えっと、ま、あの、ブロックチェーン上に全てのデータを書くわけではなくて、 ま自身のローカルのデータスタアを持つことに多分なるでしょう。というのと、あと、クライアントアプリケーション自体の認証ですね。えっと、A 社の中のクライアントアプリケーションだったら A 社のユーザーが使うにあたって、普通にアイデンティティを確認しますよね、ということで、アプリケーションの認証も普通に行います。で、あと、ブロックチェーン上だと集計とか分析とかすごく苦手なので、まあ、大体の場合は、データに、データベースにデータ複製しますよね、と。 いうところがあるので、そのデータ複製の部分も、え通常はクラウンドアプリケーションの役目になると思います。で、あと、えっ、ー、と、ERP とか SCM とか基幹システムとかと、えー、ブロックチェーン上のデータと連携させなきゃいけない場合は、その連携っていうのもクラウンドアプリケーションの役目になります。はい、で、えっ、ー、と、ここで、まあ、じゃあ、それぐらいはやればいいじゃないという話なんですが、えっ、ー、と、ちょっと重要になるのが、 関係先が増えてくると、このブロックチェーン上のデータ、あるいはブロックチェーン上のトランザクションと、あとローカルな、そのデータとかローカルなシステムとの整合性、データの整合性っていうのが、えーまあ、崩れかねないという話が、に気づくと思います。で、えー、その辺の連携部分の、まあ、整合性の保護も含めた連携部分の開発ボリュームって、 たいあの、さっきのトランザクション呼ぶだけとか、まあ、ファブリックの、こんなもんですね。こんなもんの、えーと、ファブリックのトランザクション呼ぶだけとかの部分よりよほど、あの、連携の部分が、開発部分が大きくなっていくというところは認識しておいた方がいいですと。というわけで、えっ、ー、と、チェーンコーじゃないや、えっ、ー、と、クライアントアプリケーションを作るときは、まあ、なんだろう、えっ、ー、と、ファブリックのこと分かってるよってことももちろん重要なんですけども、一般的なエンタープライズのアプリケーション、 え、業務アプリケーションを作るシステムとかもすごく重要ですよねというところを覚えておくといいかなと思います。はい。で、女性にここから整合性の話を少しします。で、えー、っと、まあ、アプリケーションのしばしば複数のデータストアを扱いますよねと。で、この複数のデータストアというのは、例えば、えっと、チャンネルが複数ありますよねという話だったりとか、ま、近くチャンネルは、あの、独立してしか、 整合性、一貫性を担保してもらえないとか、トランザクションが実行できないとか、いう話はさっき言った通りなので、えっと、まあ、データストアードとして別物だと捉えた方がいいですと。いう話とか、あと、ローカルな RDB を抱えていたりするかもしれないし、えー、社内の別システムにもアクセスしているかもしれないです。というところで、ここの整合性って、えっと、クライアントアプリケーションで担保する以外、まあ、やりようがないので、クライアントアプリケーションでやらなきゃいけないです。 で、えっ、ー、と、この複数のデータストアが出てきたときに、まあ、ちょっと一貫性という用語を使うと、あの、不正確なので、ここでは抽象的に整合性と言ってますが、えっ、ー、と、単独のチャンネルでの更新トランザクションは、えー、ファブリックが吉名に、まあ、一貫性、整合性を担保してくれますと。でなんですけど、えー、アプリケーションから見て、自身のローカルなデータストア、ローカルな DB と、えー ロックチェーン代表ファブリックのチャネルを同時に更新したい,とい場合とか、あるいは複数のチャネルを同時に更新したいと。アトミックに更新したいというのは、えっ、ー、と、ファブリック側の機能では全然やれないので、えー、クライアント側で作る必要がありますよねと。 で、えっと、これどうやって作ればいいのかというと、まあ、基本的には、あの、頑張って作るという話で、どう頑張るのかというと、分散システムでデータストア間で整合性を保護する方法をそのまま適用するしかないです。しかし、ブロックチェーン上のトランナクション、ロールバックができないんです。なので、2フェーズコミットとか3フェーズコミットといった、えー、え、コ的な手法は使えない。 なので、頑張ってサーガーパターンを作ったりとか、作り込んだりとか、えー、補償、補償トランザクションを発行したりとかして対応しておかなきゃいけないです。で、先ほど、せ、あ、後ほど説明するんですけども、タイムアウト障害がすごく辛いですね。で、なんかどうなってるかわかんないと。えっ、ー、と、まあ、データベース側は成功したって言ってるんだけど、ブロックチェーン側はなんか結果返ってこないわみたいな話が一番辛いです。で、この辺は、まあ、やっぱりこれもあの、分散システムの 整合性保護のベストプラクティスになりますが、えっ、ー、と、べき等でリトライ可能になるように、えー、設計、まあ、ロジックを設計しておくと良いかなと思います。で、まあ、じゃあ、一般的な分散システムのお作法でやりゃいいのかという話では、実はないところがあって、というのは、えっ、ー、と、ブロックチェーンは、あの他の参加者がいるわけですね。でなので、えっ、ー、と、クライアント側で、まあ、チャンネル A を更新して、チャンネル B も次に更新して、あ、チャンネル B 失敗したとか、 で、じゃあ、チャンネル A の、えー、さっき書いた内容を取り消すトランザクション、保証トランザクションを確保しようとか、やってる間に、チャンネル A でさっき更新した内容に基づいて、他の参加者が何かしてしまう可能性があるんですね。その他の参加者が何かしてしまう可能性っていうのがすごく、ブ、えー、ロックチェーンならではのところで、他の参加者のことは、えー、必ずしもコントロールできないので、ね、その台帳に、えー、コミットした内容は、えー、内容に基づいて他の参加者がアクションを取っても、 問題内容にしておかなきゃいけないというところが非常に難しいところです。っていうのと、あとですね、この、なんか、順序問題とか、デッドロックとかが発生しかねないというところがあって、えっ、ー、と、あの、他の参加者も同じ台帳に、あの、更新をかけているので、まあ、なんか、あの、えー、順、デッドロックとかが発生しかねないと。ちょっと後ほど出てくるかな。説明します。 で、えっ、ー、と、じゃあ、どういうふうにしておくのが、まあ、だいたいベターなのかというところをちょっとだけ説明します。で、えっ、ー、と、一つ目のケースとして、えっ、ー、と、ローカルに持っているデータベースとか、個別のデータストアですね、ローカルなデータストアと、あとブロックチェーン台帳を更新同時に更新したいという場合は、えー、まあ、あの、基本、ローカルの方からやりましょうと。 で、なぜかというと、ローカルな個別のデータストアは、えっと、多分、あの、取り消しとか簡単にできますよねととか。ブロックチェーン比べたら簡単にできますよね。というところと、あと、そのローカルなデータストアの更新を、他参加者が見てるの直ちにアクションを取るということがされないので、まあ、より安全な順番になると思います。で、個別データストアで更新が成功するのを確認してから、あるいは成功する確証が取れてから、シミュレーションしてから、 えっと、大腸の更新トランザクションを発行するようにすれば、ま、あの、両方とも成功するという状態に持っていきやすいです。で、えっと、この個別のデータストア、ローカルなデータストア側が、えっと、ロールバックできるんだったら、ま、あの、先にトランザクションを発行して、えっと、コミットせずにホールドしておいて、HLF 側にトランザクションを投げて、え、成功したよってなったら、このローカルな方でコミットしましょうと。 というやり方になるかなと思います。っていうことをやってると、まあ、このロックを持っておく時間が結構長くなっちゃうので、えー、性能が劣化するというところは注意しなきゃいけないかもしれないです。はい。まあ、えっ、ー、と、CKS 図にするとこんな感じですね。えー、なんだろう、ね、えー、ロールバック可能な RDB をロール、ローカルなデータソースとして使っている場合ですね。まあ、クライアントからは、えー、RDB をアップデートする。 トランダクションをまず一回やって、RDB はロックを仕掛けますで、えー、クライアントは HLF 側にトランダクションを投げて、HLF のトランダクションが、えー、完了しましたと。いうところまでいったら、やっとこの RDB をコミットするという指令を投げて、えー、ロックがリリースされますと。いう、まあ、一連の正常系の流れが、こんな感じになるかと思います。 で、まあ、例えばこの、ファブリック側でエラーが出ましたと、TX プロポーザル投げたところ、えっ、ー、と、えー、エンドスメントの段階でエラーが返ってきて、そしたら、ま、あの RDB もロールバックすればいいよね、という話で、そんなに難しくはないと思います。で、次、バリデーションですね。えっ、ー、とファあ、バリデーションでエラーがあるパターン。えっ、ー、と、ファブリックが、バリデーションまで行って、まあ、なんか、リードコンフリクトとかでインバリッドになっちゃいました、と。 だったらやっぱりこの RDB をロールバックすればいいわけですね。なんですけども、まあ、あの、インバリットが、えっ、ー、と、コミットフェーズも待ってるので、多分先ほどのエンドースメント時でエラーになるパターンよりは、えっ、ー、と、ロックが長引く可能性があるというところです。で、最悪なのはこのバリデーションの結果が不明なパターンとかですね。えっ、ー、と、なんか TX をオーダーラーにまで投げたんだけど、えっ、ー、と、オーダーラーがブロックを作ったのかどうかもよくわかんないし、 えー、ピアノードにかえ、あの、がコミットしたのかどうかもよくわかんないです。で、なんか、まあ、あの、ファブリックの、えっ、ー、と、ピアは、えー、コミットしたときに、えー、TX の結果を、えー、サブスクライブしている、えー、クライアントアプリケーションに通知してくれる仕組みはあるんですけど、えー、確実に通知してくれるわけではないので、何らかの理由により、えー、通知が届かないパターンというのがあります。その場合は、こう、クライアントは、なんかこう、RDB をロックしたまま待ち望形になっちゃうんですね。 で、延々こう、結果返ってこねえじゃねえかということで、延々ロックしたままなのかというと困っちゃうので、まあ、どっかしらタイムアウトさせるしかないですね。で、クライアントはどっかタイミングでタイムアウトさせて、RDB のロールバックを発行し,しましょうと。で、えっ、ー、と、その後、えー、ファブリック側のこうトランザクションがどうなったか確認してから、RDB をもう一回トランザクションを投げて、コミットまで済ませるとか、そういうような、えっ、ー、と、 トランザクションが必要になり、別途トランザクションが必要になります。はい。で、えっ、ー、と、今、あの、ローカルなトランザクションでは、ローカルなデータストアと、えっ、ー、と、ファブリックを同時にっていう場合は、まあ、どっちかで、えー、どっちかでとか、ローカル側で、えっ、ー、と、主にロールバックできるよねとか、そういう条件があるので、ちょっと楽だったんですけど、ファブリックの複数チャンネルを同時に更新するっていうのは結構難しいです。で、これはな、何かというと、やはり、あの、どっちかのチャンネルを先にやるしかないです。 えっと、同時にトランザクションを、あの、二つのチャンネルについて投げると、えっ、ー、と、結果が出る順序がまちまちになったりするっていうのがあって、えっ、ー、と、ハンドリングがすごく難しくなっちゃいます。クライアント側でパ,パターン分けがどんどん増えていっちゃうので、基本的にやめた方がよくて、どっちかのチャンネルで成功したの、成功もある,あるいは失敗したのを確認してから次のチャンネルにトランザクションを投げるという順次の方式にした方が良いです。で、なんですけど、えっ、ー、と、まあ、あの、じゃあ先に、 えー、更新する方の、えー、チャンネルは、やっぱり、あの、他の、えー、参加者が、結果をすぐに、結果を見てすぐにアクションを取っちゃう可能性とかが出かねないので、まあ、そこはなんか、えっ、ー、と、運用で多分、事前に合意しておくしかないかなと思います。で、あと、えっ、ー、と、参加者間でチャンネルの更新順序、こういうことをやる場合にチャンネルをどういうふうに、えー、順序で更新しておく。 ようにしようねっていうのを合意しておかないと、デッドロックが発生する場合がありますと。例えば、えっと、チャンネル A で、まあ、チャネル A からチャンネル B になんか、えぇ、ー、なんだろう、アイテムを、アセットを移動させますみたいなことをやろうとしたときに、ある参加者はチャンネル A から、えー、アイテムをまず削除しますと。で、えー、っと、チャンネル B に出現させますっていうふうな順序で、えー、トランザクションを順次やっていたと。 しかし、ある参加者は、えっ、ー、と、チャンネル B にまず書き込んでから、チャンネル A から削除するみたいなことをやってましたとか、そういうことをやってると、えっ、ー、と、たまにこう、あの、それが勝ち合っちゃって、トロックになったりします。なんで、えっ、ー、と、そういう時にどう、どうやるべきかっていうのは、えっ、ー、と、ちゃんとシステム的に作り込めるようにしておいた方がいいですと。具体的には、えっ、ー、と、このチャンネル A から、えー、アイテムを削除した時に取り出されるアウトキーを、えー、書かないと、 え、チャネルーに移転できないとか、まあ、そういうような形で、何かしら、あの、システム的に作り込んどいた方がいいと思います。で、えっ、ー、と、この順次やれっていう話は、えっ、ー、と、基本なんですけど、えっ、ー、と、じゃあ順次やって、後に回した方でダメだった場合どうするかっていうのは、えー、検討が必ず必要になります。で、えっ、ー、と、これはまあ、 ま、ちょっと、こうしろっていう、あの、一概に言えることはなくて、ま、ケースバイケースで頑張って対応しましょうなんですけど、まあ、あの、言えることは、あの、チャンネル、えっとなんですかね、例えばこのチャンネル1からチャンネル2に移動させようとして、チャンネル2側に書き込まず、書き込めませんでしたってなった場合に、じゃあチャンネル1に戻すのか、チャンネル2にリトライするのか、なんか他の参加者に連絡してなんか対応を協議するのかとか、そういうような形で、えっと、対応が、 変わってしまうと、あの、どんどん混乱が広がっていきます。というところで、えっ、ー、と、なんか、チャネル、次、後側のチャンネルで失敗した原因によって対応を分けてると、あの、混乱が広がってしまうので、一定の対応を取ることにした方がシンプルだと思います。なので、えー、こっち側で失敗したら、えっ、ー、と、前側のチャンネルでのトランダクションも一回取り消して、最初からやり直すとか、そういう、あの、一律最初からやり直すことにしましょうと。そういうような形で、プロトコルを確立しておいた方が、 安全だと思います。はい。もうちょっとここは、あの、そんなにこうしろっていうチップスが言えないのでえ、辛いところではあるんですけど、まあ、この辺え非常に重要になっているので、えー、整合性を考える人は、えー、最低限この辺は認識した上でや,やった方がいいと思います。はい。えっと、というところで、えー、ご説明はここまでなんですけど、ちょっと最後宣伝ですね。えっと、第4回で詳しくご説明するんですけど、えっと、この辺の、えー、っと整合性、 を担保する点で、ド、えっ、ー、と、ラクルブロックチェーンプラットフォームで最近なんかすごく、あの、えー、画期的な機能が追加されてます。で、えっ、ー、と、一つが複数チャンネル間でアトミックトランザクションができるようになりましたよっていうことで、今説明したような、えー、つ辛い辛いチャンネルまたぎの、えー、同時トランザクションというか、まあ、同時に更新を行いたいなというケースが、えっ、ー、と、まあ、ブロックチェーンプラットフォーム側でやってくれるようになりました。っこですね。 複数チャンネル間で、えっ、ー、と、アトミックに更新が、えー、コミットされるように、えー、コーディネートをしてくれるようになりました。で、あとは、まあ、複数チャンネル間だけではなくて、ローカルな、えー、データベースとか MQ とか、そういう XA、えー、OpenXA に対応している、x o p e x、A、に対応しているような、えー、リソース、分散トランダクションのリソースと、えー、ブロックチェーンのチャンネルを同時に、えー 同時にというか、えー、とトランザクションをコーディネートしてくれることができるようになりました。というところで、まあ、この辺トランザクション整合性に悩んでいる方は、非常に熱い更新かな、の、機能強化のかなと思いますので、関心がある方は第4回にも出ていただければと思います。はい。えっ、ー、と、で、えー、ちょうどいい時間ですかね、えー。集中工芸のシリーズとしては、第1回、えー、再入門、入門編から、 ネットワーク設計の進め方から、本日が、ファブリックのアプリケーションとチェーンコードの開発というところまでご説明してきました。で、来週は、あの、ブロック、ブロックチェーンプラットフォームを使うと、まあ、この辺が楽になるよとか、今ご説明した、えー、トランザクションの整合性、担保が楽になるよとか、そういう話はするんですけども、まあ、ファブリックの話としては第3回までで、一旦完了しています。というところで、あの、ファブリック、この、ま、コンポーネントがどういうものだったりとか、 あるいは、えっと、ネットワークのトランダクションがどうなってるかとか、えー、なんですかね、チェーンコードをどう開発していったらいいのかとか、クライアントアプリケーションどうやって開発したらいいのかというところまで一通り解説してきたので、まあ、大体、えっと、ここまで、第3回までの内容を、えー、まあ、復習するなどして理解いただければ、結構、あの、なんですかね、ファブリック使いこなせるんじゃないかなと思います。というところで、えー、ぜひ、皆さん、 え、ハイパレジャーファブリックをスムーズに使って、え、ぜひエンタープライズ領域のユースケースを広げていただければと思います。え、ところで本日の内容は以上でございます。はい。えっ、ー、と、資料はいつも通りどっかに、あの、スピーカーデックに公開するので、えっ、ー、と、省略したものも含めて公開するので、ぜひご覧いただければと思います。で、あと、ね、この、まあ、最後に説明した トランザクションも、あの、アトミックにやってくれる企業とかの機能を含めて、来週第4回ですね。r、えー、オラクルブロックチェーンプラットフォームならではの、えー、メリットとか、まで含めてご解説するので、あの、できるだけ簡単にファブリック使いたいよとか、あの、整合性のとこで苦労したくないよとか、あとはあれですかね、チェーンコードのなんだろう。 実装を、なんだろう、品質が高くというか、チェーンコードの機能を、チェー,ーの品質を高く開発したいよとか、そういう方は、もしかしたら第4回を見ていただくと、ヒントが与えられるかもしれませんと。ところで、ぜひ、第4回までお付き合いいただければと思います。はい。えっと、では、クロージングに進みたいと思います。 はい。えっ、ー、と、ブロックチェーンギグ集中講座は、えっ、ー、と、いよいよ残すところで、あと1回になりました。来週のブラックルブロックチェーンプラットフォームを用いた HA アプリ開発です。はい。えっ、ー、と、というわけで最後になりますが、えっ、ー、と、ご参加、えー、お忙しい中ご参加いただいて、大変ありがとうございました。えー、ブロックチェーンギグ大、えー、集中講座第3回、えー、ハイパールジャック,ファ,ブリックファブリックアプリとチェーンコードの開発は以上となります。えー、次回、 ご参加もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。